岡田明音は、日本の女優。滋賀県出身。血液型大型。特技は、剣道、声楽、ギター、ピアノ。また、日本舞踊、クラシックバレエ、モダンバレエ、社交ダンス、ジャズダンス、ヒップホップ、チアダンス、タップダンス、ジルバの経験を持つ。1999年、サンミュージック新人タレントオーディション、俳優部門入賞をきっかけに、 芸能界入り、小倉家ファミリーミュージカル、スタート、で、初舞台を踏み、現在は、ミュージカル、映画、ドラマ、CM など幅広く活動中。サンミュージックブレイン所属。2006年より、アイドルチェックのプロジェクトにて、映画、スウィングガールズに出演した、安部渚ぎと共に、音楽ユニット、赤薙を結成し活動する。2010年に、赤薙を解散。 5月より、ソロ活動を開始する。過去、地元滋賀県では、花園ミュージカル学園に在籍。高校2年時、上京してからは、赤薙メンバーの安倍渚とミュージカル学校の寮にて、極貧生活を経験。厳しいレッスンに明け暮れながらも、将来の夢を語り合った、苦労人でもある。一見ボーイッシュでサバサバした性格と思いきや、ペットのハムスターをなくして、 新宿から府中まで泣き歩いたという少女的でナイーブな一面も見せる。しっかり者の外見からは想像もつかない天然ぶりをしばしば発揮している。しかし本人は母親からの遺伝だと強く抗弁。2006年2月よりアイドルチェックの企画にてプライミレ所属の安倍なぎさとプロダクションの壁を越えた音楽ユニット赤なぎを結成。 2007年2月24日、本人たち自ら作詞、作曲を手掛けた2曲入りデビューシングルをリリース。個人の活動と並行してワンマン、対バン、路上と精力的なライブ活動を展開中。こちらの活動については、赤ギの項目を参照のこと。ありがとうございます。